フィジカルモンスターフィジカルモンスターその強靭な肉体でえげつないシュート打てよフィジカルモンスターフィジさあということで今回は新登場したブラジルの指名契約権ガチャから無料獲得可能な超マッスルボディトレンド復帰名手やっていきたいと思います。コメント欄でも大人気だったね。復帰のね、メイン仕様見たいという方もたくさんいて、多分星5の無料指名契約権で獲得した方も多いんじゃないかな。元ブラジル代表で、現在ですね、ブラジルリーグでプレイしているんですが、まあ、ブラジルリーグでもね、無双の復帰、得点力抜群で、復帰のね、一番の強みはなんといってもその強靭な肉体。このさ、写真の太もも見てこれ。強靭なこの肉体筋肉でユニフォームもね、これピッチピチやからね。プレイスタイルがリンクフォワード。ポストプレイ的な役割できつつ、まあ、仕掛けることもできて、テクニックも見せる。ゴールも取れる。ほんとね、いろんなことできるのが復帰。そして注目の能力値はね、まず決定力が85と85半高いね。さらにはね、やっぱ復帰の強み、このキック力。93。高え！めちゃくちゃ高い。左足から放たれるシュートはね、もうキーパーもね、怖くなるレベルよ。ほんと、恐れるシュートが飛んできますからね。さらにはフィジカルコンタクト90超えで、体強いから、強靭なマッスルボディでブロックしてね、弾きつつ、スピードと瞬発力も全然低くないので、推進力もあるんですよね。結構ね、ドリブル運べます。圧倒的パワーの中にスキル、シザーズ、エラシコ、ルーレット、さらにはラボーナとね、いろんな足元のテクニック系のスキルも持ち合わせてる。とにかく復帰と言ったらね、気持ちいいシュートっすからね、インパクトとかも絡めながらね、早速無料獲得、復帰しやっていきましょう。ゴー！強靭な肉体、そして破壊力抜群のパワーを持つ復帰いきましょう。無料でね、獲得できますからね、指名契約権星5の、左利き、怪物、暴れてくれ無料獲得復帰。さあ、で、復帰が受けて、体強すぎでしょ。で、ここ。いやー、通らないか。今のこそ復帰よね、あの体の強さ。さあ、収める。ファンダイクも弾き飛ばす力を持っている。さあ、復帰か、見せてくれファンダイク、ちぎっていく。強いやばすぎ、それは。パワーとね、あそこの根幹の威力高すぎるんだよな。さあ、復帰が強いね、やっぱ。収まるね。来た、復帰。ナイス！ゴー！うわ！もう復帰のさ、時代がそこまで来てるよね。ナイスパス！マラドナとのリンクフォワードコンビで、ここで復帰が出てきてるのが、見えるぜー！来たー！アンタッチシュート！復帰が来てましたもんね。そしてこのワンシーを逃さずに、あの高威力で、ゴールに流し込めるのが復帰ですからね。さあ、復帰来た！抜け出した！いや、素晴らしい！そしてこの威力、キック力やべえな、やっぱ。一試合目からハットトリック、指名契約復帰がね、無料獲得のレベルとは思えない強さ。インパクトシュートじゃないのにこの威力やばいよね。シュートスピード速すぎ。そんでもってね、これもね、インパクトじゃないんですけど、もうライジングシュート並みの威力をね、叩き込めるのが復帰。無料指名契約復帰はね、普通に強いですよね。まあ、得点力はもちろんね、決定力が80後半あるのも強いんだけど、やっぱキック力とフィジカル。YD さんのチーム名がね、ゼウス中だった。ゼウス中は稲妻イレブンのね、1のラスボスですね。お、空いてる。復帰が空いてるぜ。ナイスタッチ。このルーレットから、ニア抜き、よし。いやー、ダブルダッチルーレット、ニア抜き。やっぱルーレット持ってるからね。さあ、復帰ゴールナイッシュインパクト左足にはぶち抜きキーパーがね、ちょっと飛び出てましたね。そこ無人のゴール逃さないと。やばくね一本にこれ気持ちいいめっちゃ気持ちいいですね、復帰のインパクト。さあ、復帰がここ。これ嘘でしょ、それ勝っちゃうの、それ勝っちゃうのはやばくない。さあ、ガリーンファイヤーボルト復帰のゴッドノーズだ。
そもそもさ、前の段階であそこ競り勝ったのもやばいんだけど、その後の最後のシュートもエッグ。いやーもう いかついもんね。さあここはフォーカスフォーカス、テクニックも結構あるからね。やっぱラボーナ持ってるんでね、そこが結構個人的には好きですね。さあシザーズから抜け出していく。ナイス左足。あのフィジカルが強いんでディフェンスを簡単に背負るんですよね。そっからもうお相手を背負った状態で胸トラップでそのままねハーフボレー左足。かっけえ指名契約復帰、強すぎる。えぐいっすね、本当に。復帰怪物だぞ、これ。ハットトリック、2試合連続。いや、いかつ。ごついね、本当もう、この強靭な肉体がね、パワーを生み出してる。これめちゃくちゃ気持ちよかったゴールですね、2点目。そして個人的にもう最高だったのはこのね、ハットトリックの3点目。これは絶対無理。これキーパー絶対止めれないわ、このファイアーボルトは。復帰楽しい！指名契約の無料で獲得できて、この楽しさもう、たまんないですね。ソンフンミンから復帰。いやー、いいスライド。カットに行きます。復帰。復帰復帰素晴らしい。すごいね。ボックス内でえぐいドリブル見せていく。そして左足をファーに流し込む。あ、ディフェンス来た。食いついたぜ。さあで一回やめよう。弾き飛ばして、さあでここで蹴っていく。さあダーファイヤー、うわー止める。マジか。1点が勝負を分けた。めっちゃ硬かった。強烈なシュートだけじゃなくて、やっぱこういうところでね、足元の技術やテクニックも見せるのが復帰だね。それではラスト試合、最後とにかく気持ちいいシュート打ちたい。ほんとえっぐいシュートをね、バンバン打ってくれるのがフォーク。大丈夫、ここパスでくる。いやー、エラシコから行く、横向き。エラシコ横向き、キーパーが多分あれボール見えてないよね。フッキーは体で隠しながらみたいなね、いきなり強烈なシュート。さあラボーナからここでフッキー足を伸ばしていく。今の伸ばしストレッチビーム、もうねストレッチマンから伝授したね、このフッキーの足伸ばし。そしてネイマールのラボーナも聞いてました。来た、開いた、ナイボー。さあこれはちょっとイラシコキャンセル系だが、キーパーナイス。いやー行ったかな。復帰も最高に楽しかった。ありがとう、感謝の言葉を述べたいね、復帰には。ぜひともね、皆さんに獲得して使ってほしい。もう気持ちいいシュートバンバン打てるんでね、復帰がインパクトシュート打ったらね、キーパーは止めれないか弾くか、キャッチは不可能です。ぜひ皆さんのね、復帰の使用感もコメント欄でガンガンよろしくお願いします。